とやっぱり女性的な要素を入れた方がいいんじゃないかと思って僕が誘ってみんなでやることになりました。そのノンノのテーマっていうのをやってみたいと思います、うん、ごめんそうでした。もうやる気満々だったんですけど、その一番最初のところにイントロダクションに DAIGO さんにソロピアノを弾いてもらおうと思ったんでね、本当はグランドピアノでやるんですけど、ここにとても入らないんでこのピアノでやらせてもらいますが、最初にノノのテーマのロマンチックバージョンっていうのをやって、それからノノのテーマをやりたいと思います。ソロで弾きましたけど、ああいう風に弾かれると感動しますね。このメロディーだけしか作ってないのに、ものすごいドラマチックなことになってて、いやどうなっちゃうんだろうっていう感じがしますよね。